はい、ということで新州限定担当キャンペーン第2弾開催ということで、1月4日0時より新州限定担当キャンペーンの第2弾を開催します。第2弾は抜け丸が期間限定で各資源700の担当に登場しますということで、こちら1月6日11時59分までということでね、各資源700、なかなか資材は重ためですが頑張ってやっていきましょうということで、非公式トーラブ攻略速報のサイトさんに行きましてコメントを覗いたところ、岩投資さんを禁止にしたら出たということで、早速禁止にいたしました。でこちら期間限定担当キャンペーンが終了しました。七星系のポイントですね、120連引きましたので、またそちらもまた動画にしたいと思います。ということで早速700、700、700、700、700、便利ですね。もう今まで1回ずつポチポチやってたんですけれども、10連が一気にできるようになったということで、でこちら、3時間20分があれですね、担当時間となっておりますので、新たな刀がまた一振りね、私薙刀やったんですよ。なんでちょっと安いかなって、運命的なものも信じてますあの時真面目にやってたんで、まあ大学の時にやってて、薙刀ブンブン振り回してたんですけれども、来てくれたらいいな、来るかなね、3時間20分だとね、なかなか結構分かりにくいんでね、七星拳さんと違って。抜け丸さんは3時間20分ないちょっとガチャの判断がしにくいんですけれども、来てくれたらいいなって感じです。来るかな。飛ばしたらね、多分ボイスが聞けないと思うんで。お、アゲハチョウを思わせるのは伊勢兵士の流れゆえ。抜け丸、参りました。木を枯らすなどお手の物。おー、かわいいいやー、七星拳もね、なかなかね粘ったんで、10連で引けて嬉しいです。資材が節約できてよかった。ああ、連帯戦もあるんでレベリングしていきたいと思います。